ゆみくん、おい。100人の頂点決まったよ、不良。いやー、不良の100人の頂点決まったね、全国の喧嘩自慢。ね。100人集めてみた。うん。いやーね、これめっちゃ熱かった。見てないし、絶対。いやー、すごかったな。見てないだろ、お前。絶対見てないだろ。じゃあ、楽しみ撮ってやる、撮ってやる。あー、俺の説明を楽しみにしてること。そう。あー、絶対嘘だよ、こいつ。ほんとだよ。サボってんじゃねえよ。いやいや、違う、違う、違う。って感じで、細川選手が、全国100人の喧嘩自慢の頂点になりました。おーい。おめでとうございます。ミクの予想も的中ということで。そう。俺あのさ、ちょうど同じ日に動画上げちゃったんだけどさ、あれ、あの、結構前のね、一昨日、3日前に撮ったやつで。そうだよね。そう。たまたま当たってたっていう。ね、すごいわ。細川選手がいないでしょ。うん。で、まぁ、ちょっと話すと、めちゃくちゃ感動しました。おぉ。感動。皆さん感動したでしょ、絶対に。してると思う。本当に、熱すぎて。うん。もう最後の方とか特に。うん、まぁ、ちょっと話すと、はい。あの、とりあえず言います。いつも言ってるんですけど、あ、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。本当に皆さん、I love you 大好き、好き好き、マイメン。逆ブロックに、安藤選手だっけな、うん、あの、北関東の、喧嘩自慢のオーディションの時にいた、小田選手いるでしょ、うん、小田選手の後輩。おおおで、小田選手がバンタム級だから僕譲りますよ、つってフェザー級に行って、まあ、決勝で負けちゃったんだけど、そう。と、ヨーディ選手、うん。と、こっちが、布谷選手かな、布谷選手、うん。あの、ムキムキの人ね。はい、はいはいはい。と、細川選手。が、まあ、この4人だったんですけど、最後。うん、で、ヨーディ選手勝ち上がって、うん、で、その、ムキムキの布谷選手、布谷選手、うん、と、まあ、細川選手がやったんですよ。で、布の、その、ムキムキの方、ムキムキの方、めちゃくちゃ強くて、ミクロさんもブレイキングダウンにめっちゃ合ってる戦い方するね、みたいな。もうパンチガンガン振り回して、前出てくっていう。手数も多いし。うん、で、対して細川選手は、大輔選手との試合の時に、右足を怪我したんですよ。血が出ちゃって。いい。で、なんか、本当は大輔選手代わりに出ますかって感じだったんですよ。おうおうその負傷でもう出れないから、細川選手。はいはいはい。って言ったら、ドクターが、まあ骨膜は見えてないんで、まあ大丈夫っちゃ大丈夫ですけど、みたいな。おうおうおうなんで、ミクルさんがちょっと見せて、っつって。あ、こんぐらいだったら大丈夫だよ。あ、こんぐらいか、みたいな。大丈夫じゃないかな、こんぐらいか、みたいな。で、まあテーピンググルグル巻きにしといてって、ドクターに言ってて。うん。それで細川選手も痛いんだろうけど、気力でね。で、細川選手結構ミドルキック多めだから、うん、きついと思うのよ。右のミドルと左のミドルをメインで戦ってたから。とパンチね、うん。そう。で、その状況で、まあ、準決勝ですよ。そのムキムキの方に、パンチで勝ちました。やっぱ、その、蹴りが上手いから、左ミドルだったり、あとね、天下を合わせるのが、めちゃくちゃ上手い。天下も使えんの？そう。相手が入ってくるとき、多分右足怪我してからかもしれないけど、入ってくる瞬間に、左の膝、左のミドル。で、腹に意識させてパンチ当てる。っていうこの黄金パターンを、もう華麗に使ってました。すごいね。すごい。で、まあ決勝まで行って。そのすごいんだけど、パンチめちゃくちゃ強い、ガタイいい相手にパンチで勝ったからね。それはマジですごいと思う、細川選手。すごい、ね。で、逆ブロックはヨーディ選手が勝ち上がってきて、決勝だったんですよ。うん、で、まあ決勝だから、そのミクルさんもやっぱ、KO した方を多分選びたいじゃん。1000万って大きな金額だからさ。確かに確かに確かに。で、最初の本戦はまあ、うん、まあ、判定だったんで、うん、そう、でさ、どっちから倒れるまでサドンデスだったんですよ。おー。で、4回続いた。それが、延長が。確か。4回動かせたけど、その4回ぐらい続いて、やばいよ。お互いもフラフラないよ。ね。で、あの、細川選手、うまいなと思ったところが、うん、パンチのディフェンスとかはまだそんなうまくないんだけど、うまくないっていうか、まあ、多分練習したいと思うんだけど、うまあ、攻撃力あるじゃん。うん、そう、だから、パンチ行って、近くなった時にもう組んで膝なのよ。ああ、なるほど。で、膝でもう多分相手に弱い選手めちゃくちゃ効いてたもん。はいはい。多分肋骨いってんじゃねえかなぐらい膝食らってたから。もうすごい、右膝、左膝やら。でも、ヨーディ選手も倒れないで、もう完全にもう気力で踏ん張って。もうそれが4回ついたわけよ。やば。でもまあ、倒す手はないからさ、ずっと続くわけよ。ミクラさんも、どうしよっかな、みたいな感じで。はいはいはい、はい。でも膝ガンガン打ちまくって、まあ相手は絶対ヨーディ選手腹切ってたと思うんだけど、うん、全然倒れないし、かっこいいね、細川選手ももうヘロヘロだけど、でも前にずっと出てたから、細川選手。はいはいはい。で、最後、もう一回やるかってなったんだけど、相手の選手が立ち上がれなくなったの。試合が。ああ、なるほど。で、もう終わりだっつって。で、細川選手が KO 勝ちって感じで、1000万契約をブレイキングアウトに結びました。っていう簡単な説明。かっこいい。いや、もう本当に、うん、なんで見てないかちょっとムカつくんだけど、うん、本当になんで気力、気力のぶつかり合い。はいはいはい、はい。男同士のぶつかり合い、うん。もう感動した。涙出ること思った、本当に。やっぱその、情がやっぱ。情がっていうか、本当はなんだろう、ヤンキー漫画の最後みたいな。あー、感動する。ボス同士がもう、ヘロヘロになりながら、もう意識飛びながら投げ入れ合ってるみたいな感じと、もう超似てた。やば、激アツだ。激アツ展開で。細川選手って右足怪我してんだからね。そうだよね。そう、なんだその右足で蹴ってたからね。いい。
どんな気力あんねんと思って。やばすぎる。しかもさ、喧嘩自慢っていう風貌ではないじゃん、細川選手って。確かに。どちらか綺麗系じゃん、イケメンだし。そう。なのに、そんだけ気持ち強いっていう。おぉ。これはファンめちゃくちゃ増えましたよ、絶対に。かっこいいしな。絶対。これはファン 100% 増えた。普段熱そうじゃないのになんかその感情出てくるといいよね。でも喧嘩は好きみたいな。よくわかんないんだけど。でもそのもっと熱かったことがあって、その負けたその大阪の喧嘩自慢大輔選手とか、シェンドン選手とかもいて、がめっちゃ声出して細川選手に決勝。お前負けんなよ、いけるぞお前みたいな。やば。その戦友がもうその声出してそのサポートじゃないけどさ。後押しして。後押ししてたから、鳥肌立ってそのシーンも熱いし、小田選手とかもさ、もう同じ北関東で応援してたし、で、あの負けちゃった小田選手の、後輩のアンス選手も一緒に応援しててみたいな。おーい、ちょっとまあ細川選手のホームだったのかなと思うんだけど、声的に応援。ああ、なるほどね。うん。仲間が多かったから。うん。って感じっす。やば。これを皆さんに伝えたくて、あと俺の予想当たったのすごいでしょ。まあそっちもね、やっぱ32人の時点でもう確定したから、32分の1でも結構すごいよな、細川選手賞って。100人のうちでも分かったと思うけどね俺。ああなるほどね、分かったら、うん、そんぐらいすごかった。でも相手のあの準決勝でやったあのムキムキの方、この人はなんか俳優かなんかよ確か。あ、そうなの。そう、ボディービルとかもやってて、俳優もやってんの確か。それであの強さってやべえなって思った。すごっ。そう、でその細川選手がその前に戦った加藤選手っていう人も強かったし、うん、細川選手マジで強い人を倒してきて、かっこいいな、決勝も強い人を倒してみたいな。いやでも岩木選手もすごかったけどね、そんだけもう体力持つのがすごい、単純に腹効いてたらね、うん、いや本当に多分怪我してると思う確実に。細川選手もおでこへっこんでたからね。マジ、すげえ、もうだって何試合やるのっていう。確かにそうだよね。そう、トーナメントで5試合やってプラス延長4だからもう9試合10試合近くやってんだよ。やば、1日だもんね。そうだよ、もう空手の大会かと思った。あ、みくん空手やった時そうなんだ。空手の大会はほんと1日5試合ぐらい普通なんですよ、決勝まで行ったら。2日間に分けるとこもあるから、まあ、10試合ぐらいやるとこもあるし。そうだから細川選手確か昔空手やってた、ちっちゃい時に。あ、そうなんだ。っていう情報はあるから、その空手のトーナメントのさ、やっぱ経験あるかないかって結構でかいと思うんだよね。あー、なるほどね、ワンデーでの。そう、それが、まあ、こう奏して勝ったのかなと思うし、まあ、そもそも細川選手がセンスがすごい。あー、なるほどね。カリスマ性あるし、パンチのディフェンスとかを覚えちゃったらやばいんじゃない、うん、もっと強くなる。やばい。本当はリーチ生かした組膝がめちゃくちゃすごいですよ。あー、膝を組んでから膝ね。そう、俺はレバーとか肋骨に突き刺してたからめちゃくちゃ痛い。やばい、見てほしいよ後で。もうすぐ見る。うん、本当にね、膝蹴りがすごかったっていう印象。でも基本やっぱでもミドルがベースで戦ってたから、それがすごいなと思った。あー、結構パンチもらうの怖いからさ、ミドルキックって。あ、蹴るときにね。そう、合わせられちゃったらどうしようって思うんだけど、それでも思ってないで思いっきり蹴ってるから相手も合わせられないんだよな。あー、なるほどね。本気で蹴ってる。躊躇して蹴ると合わせられるんだ。そう、躊躇なし。で前出続けて、もうパンチももうクロスとか当たってても細川選手ももらってるんだけど、無視して自分の攻撃するから、やば、どんだけ気力あんねんこの人って思って。若いのにそういう人に見えなかったから。見えないよな、ね、若いのにあの落ち着きとさ、カリスマ性、これやばいっすよ。さすがあの萩原さんの会社のね、あの社員ですよ。そういうとこも鍛えられてんだろうね。いや、すごい、やっぱ上がすごいカリスマ性のある。カリスマ性までこう一緒についてきちゃう。いや本当に感動したね。いやー、やば、熱い。いや、マジ涙出るよ。最後の戦い。うん。そんぐらい。もう、ウリタさんとか、溝口さんとかも、もうマジ感動したし。おー。で、ミクルさん最後お茶目なのがさ、その、最後、ないない、めちゃくちゃ疲れ切って、優勝しましたってなった後に、じゃあこの後はね、僕とやってもらって、って。そんなにしましょう。ミスミスミス。一番意地悪じゃん。で、あの、ニコニコしてんでしょ。そう。じゃあ次も僕と僕とです。最後僕と、つって。ミスミスミス。絶対言うだろうなと思ったけどね、俺、ミクルさん。大爆笑せんでしょ。そう。本当にね、ミクルさんって意地悪ですね。意地悪だろうね。うん。ああいうとこも好きです、僕も。はい。まだ叩いてるんだろうね、そういう意味でね。そう。本当そんなに認めるぐらいで、ミクルさんが言ってたんだよ。うん。戦いの天才だねって言ってた。見ながら試合。やば、ミックも言われたくないそれ。言われたくないです。なんで戦いの天才じゃないし、別に。戦わせる天才だから。あ、そういうことね。そうそうそう。それなるね。そう。で、本当にミクルさんってさ、あんま褒めたりしないじゃん、人も。確かに確かに確かに。が、ボソッと戦いの天才だって言ってた。おー。そう、しかも試合中にね。終わった後にとか、本人にとかじゃなくて。はい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 。そう、カメラで抜かれてて戦いの天才だって。そのシーンもかっこいい。だから本当なんだろうね。もうそうだよね。そう。ミクルさんに戦いの天才って言われた男が細川選手ですよ。おー、かっこいい。今後期待じゃん。期待っすよ。ね。いや、しかも、あの試合も面白い、やっぱり。あの、パンチだけとかじゃないから、ね、はいはい、パンチ蹴り全部できるから。で、かつ前出るし、面白くない試合しないから、
これ人気出ますよ、ブレイキングダウン。いやー、また新たなスターが。1000万契約、全然もう細川選手で合ってるというか。あー、はい。もう似合ってるね。あー、いいね。うん、まあ、次期エースみたいな感じで。うん。まあ、だから10も出れるらしいから。おう。楽しみですね、細川選手誰とやるのか。確かに。あとその、100人の中のさ、トップなわけや。実質さ、このメディア上だけどさ、うん、もう全国の不良の1位なわけでしょ。まあそうだよね。と誰がやるのかとか。確かに。もう楽しみだなっていう。階級どれぐらいになるんだっけ？細川選手は、フェザー、ライトぐらいじゃない？フェザーライトらへんじゃない？ああ、ああ、ライトとかじゃない？有名どころだと誰になるんだろう。フェザーライトだね、外山くんとかさ。おぉ。ユーラくんとかか。ユーラくんベルターか。まだ、あ、そういうの強い人しかいない階級だね。ストヘボ君ともなんか面白さあるけど。いや、噛み合うと思う。ね。うん。細川選手はリーチあるから強いかも。そう。あと躊躇ない攻撃が全て。うん。なんで喧嘩がそんな好きなのかわかんないぐらいのね、あの、趣なんですけど。すごいですよ。ね、試合始まる時とかね、変わるもんね、顔つき。変わる。ね。うん。あと汗が綺麗そうっていうのがいいやったの。確かに。やっぱ汗ってちょっと汚いじゃん、結局男の汗ってさ。そうだね。がなんかその女性の汗みたいに、いい匂いしそうな汗だね。完全にもう女性人気も、うん、だって不良の一番だから男性人気もすごいと思うし、ね、もうすごいことになっちゃうんじゃない？大スターになっちゃうじゃない？そうだよね。うん、第二の飯田さんみたいになっちゃうじゃない？うん。ってことでね、はい、細川選手マジでかっこいいっす。好きになりました。まあまあ、前回の動画でも好きって言ったけど。言ってたね。僕あの、イケメンで強い人好き。皆さんもそうでしょ、大体イケメンで強い人好きでしょ。まあそうだよね、うん、男の人は分からんけど、女の人は、はい、女性は大好きだよね。うちの視聴者さんちょっと女性他のところで多いんで。確かに、まあ、はい、そういう細川選手のことを多分好きになった人いっぱいいると思います。、はい、俺のことも好きでいて。大丈夫大丈夫、ミック俺のことも好きでいて。ミック一番好きだった。俺はね、分かったか、うん、細川選手も応援してください。大丈夫大丈夫、ミックが1位です。大丈夫、はい、そうでしょ。今日の動画終わりますけどもね、うん、皆さんね、ブレイキングダウンここからガンガンとオーディションとかも始まるし、うん、まあ、どこを対抗戦するんだろうとかみんな思ってると思うんで、うん、それを楽しみにね、うん、今後も開発し続けていく。一緒に1ヶ月乗り切りましょう。ね、はい、俺、これだけじゃないからね、仕事もして、セコンドもやって、トレーナーもやって、つって、バカ野郎で、本当に死んでしまう。死んでしまうから皆さんの応援がないと頑張れないんで。そうね、ぜひ。よろしくお願いします。ミックに温かい声援を。はい、では、次の動画で会いましょう。バイバイ。